操縦不能、管制塔応答せよ。ダメだ、無線も死んでいる。Weg zijn we. V が目覚めた。V has come to。はい、ということで、
メタルギアソリッド5ザ・ファントムペインですね。ずいぶん長いオープニングだったけど、いやーさすがやっていう感じですね。じゃあやっていきましょう。待望のね、待望の5ですよ。もうね、おそらく皆さんはこれが発売するのを首を長くしてね待ってたと思うんですけれども、で、今回の趣旨としては、その覚醒から3日後、赤い爪、あ、この声はなんかエヴァっぽい。赤い爪、赤い爪って言ってんの？聞こえてますね。こいつザドルノフじゃねえの？声がうまく出せませんか？首は動かせますか？動かせます。聞こえていたら、はい、うなずいてください。聞こえてます。聞こえてるよ。上を向いてください。上を向くのね。はい、ではどうですか？何を話せますか？あなたの名前は、生年月日は、多分事故にあって全部忘れてるっていうか、なんかいろいろ体の障害が起きてしまってるみたいだ。名前を入力してください。何これ。名前、バースデー、え、何これ。じゃあ入れようか。はい、ということで名前はスネーク D にしました。よし、どうも。それで、ああ落ち着いてください。焦ることはありません。でも焦るでしょ、ザドルノフでしょ、こいつ。あなたにお話があります。いいですか？はい、どうか落ち着いて。はい、あなたはずっと昏睡状態だったみたいですね。分かってます。どれくらいの長さか。あなたが眠っていたのは9年です。オーマイガー。まずい。のそくま、のそくま、のそくま、ナース。大丈夫。大丈夫。落ち着いて。落ち着いて。そう。大丈夫です。大丈夫です。そうです。9年間も昏睡状態だったのか。ゆっくり休ませてもらおう。あ、もう1週間経ってる。気分はどうですか？気分あんまり良くなさそうだな。あ、多分、あ、これソ連か、ロシアだね。今日は体を起こしてみましょう。ナース、はいはい。まあおそらくあれでしょうね、グラウンドゼロズで。昏睡中もマッサージや CPM に加えて、はいはい、筋肉保持の EMS を続けていました。それはありがたいね。さて、これからあなたの状況を説明します。落ち着いて聞いてください。はい、また荒ぶらないように気をつけます。あなたは9年前重傷を負いました。ヘリが墜落したから、ね、大きな爆発で。そうだね。救出された時、あなたの体には108個の破片が刺さった。煩悩と同じ数じゃねえか。金属片だけでは、はいはい、人の骨や歯までもが体内から摘出されたと。パスが爆発したやつか。ほとんどは取り除かれました、はい、ですが一部の破片はまだ残っています。あれか、頭部か。それらはつまり、はい、あなたの心臓近くと頭部のものです。そうだね、心臓近くは外せないから。トニー・スタークも
めっちゃ刺さってる。めっちゃ刺さってるよ。金属の破片もあるので、MRI は使いませんでした。が、これを無理に抜くと、脳内出血を起こし、おそらく死に至るでしょう。なるほど。難しい状況ってわけだ。記憶障害や機能障害、はい、それは残ります。まあしょうがないな。このままでも生命に危険はありません。でもなんか嫌だね。これが今のあなたの姿です。腕がない。実際に見てください。遅かれ早かれいつかは受け入れないと。こっちの腕か。ですが自分の腕を自分の目で確かめてください。あ、やっぱ勇気を。ない方は左側か。どそこま、どそこま。落ち着いてください。落ち着いてよ。めっちゃ注射されんな。大丈夫です。大丈夫。まあまあまあ腕がなくなってたらな、それは。ですね。大丈夫。9年経ってて腕がなくなってたら、まあこんなことにもなるわな。お、2週間。体力的に無理です。いや、彼が覚醒したことが漏れてしまった。急がないと。患者が危険だ。オペの準備をしてくれ。オペの準備をするんだ。ん？もしかしてスネークのことを知ってるのか。そう、あなたの覚醒を望まない者もいる。スネークのことを知ってる人だな、この人は。死んだはずのあなたが生きている。やっぱザドルノフか。それが外に漏れた。あなたは世界中から狙われる。今すぐ顔を変える必要があります。顔変えんの？嘘。そうでないと生き残ることはできないのです。これスネークじゃないんじゃない？広い世界に出す前にやらなければならない。オープンワールドに出す前にやらなければな。はい。あ、スネークだ。あなたの顔を作り変えます。そうするしかない。どんな顔にしますか？どんな顔？なんだどんな顔って。嫌だわ。誰だよ。誰だよ、こいつら。スネーク顔変えられちゃう。じゃあどういうこと？なるべくイケメンがいいよね。基本となるって書いてあるから、なんかこれあれだな、あのおっさんが戦うゲームにの主人公に似てるな。これはなんかギアーズ・オブ・ウォーに出てきたドナンとかみたいな感じの人っぽい顔してんな。なんかこれが一番近いのかな。あ？やだやだ。俺こういうの難しいからちょっと無理なんですけど。このデフォルトでいこうか。あ、いや、待てよ。ちょっと待ってよ。いや、こっちの方が近いかもしれない。よし。じゃ、これで、よしとしよう。俺はこういうの苦手だ。アバターなの？どういうこと？まあいいや。よし、イケメン1号で行きましょう。一瞬だな。いいでしょう。では、包帯を取ります。顔の傷は大丈夫です。実を言うと、この包帯はあなたの命を狙うものからあなたを守るためにしていたものです。今後はエイハブと名乗ってください。エイハブ。名前も過去も全て忘れてください。大丈夫か？後ろでなんかちょっと連れてかれた人がいるんですけど。
声は確かに秋代ちゃんっぽいけど、これスネークじゃないんじゃないか。スネークはスネークで別に。でこれは今日までのあなたです。何どういうこと。明日にはあなたの幽霊ファントムとなる。そして多分これ後ろにいるのクワイエットじゃないか。わあ、お医者さんがやられた。お医者さんダウン。悪い人じゃないんじゃないの。殺されちゃった。おそらく顔的にクワイエットなんだけど。まだだ。隣の患者に顔を見られた。分かった。あ、これが、ん？敵か？クワイエットではないのか。いや、クワイエットっぽい顔してるな。いや、やめろやめろ。ただの患者ですよ。おそらくこっちがスネークだな。影武者でもいたのか。てかどうなの、手術はしたの。頭に当たってますけど。お、ヤバめの薬なんじゃないの。あ、隣の患者はこれ誰。俺のお隣さん、一緒に9年間寝てた俺のお隣。あ、ちょ、やめやめてください。突然だな、焼けてるぞ。なんだ、全くもって、ああ強い。この男が焼いたのか。何が起きた。いやでもどっからか炎が出てんな。誰かが焼いてるぞ。いやでもこの男じゃないよな。あ、え、腕、いつの間に。え、でも腕なくてこれをつけてるってこと。さあ、エハブ、ここから逃げよう。あ、やっぱり。あの女はどうした。女、うん、俺たちが火をつけて窓から落ちたよ。お前は誰だ。俺か。俺はお前だ。9年お前を見守ったイシュムエルと呼んでくれ。どうなってるんだ。やっと話せるようになってきたな。世界中があんたを殺そうと。さあ早く、ここはもうすぐ催しよう。動けないか。よし、じゃあこれでどうだ。強靭剤だ。じきに歩けるようになる。ほうほう。まあでも腕を失ってるあたり、あ、多分顔を作り変えたのがあっちの全身マスクで、こっちは普通にスネークか。こっちだよ。よし、ちょっと頑張って。こんな状況で薬が効いても結構無茶じゃないか。こんな状況で動揺しててうまく立てるとも思えないんだけどな。
頑張りますよ。非常階段で行こう。おお、なんかいきなりあれだね、謎が謎を呼んでる感じですけど、ちょっと非常階段もな、あの椅子でちょっと立とうか。いや、なんかこれ勝手に進んでるな。確かに俺が方向キーの前を押してはいるけれども、進む方向は結構勝手に決められてるルートを言ってる感じ。おお、体が動くようになってきたな。多分スネークの影武者っていう感じなんだろうな。あれ？ん？いや待てよ。どうなんだ。まだ無理か。エレベーターで降りよう。え、これがもしかしてこの先導してくれてるのがソリッドっていう可能性はあるのかな。ちょっと待って、角生えてる。いや、ちょっとわかんないな。ちょっとわからんが、角が生えてるかどうかを確認はできなかったんですが、でも腕を失ってるあたり、この先導してくれてるのがネイキッドっていう可能性は。一瞬メールが。まあでも動けないからしょうがないね。やばそうやばそう。ちょっとどうしたらいい。動けないわ。これがあれか、ファイヤーマンか、アントマンみたいに言いましたけど、あの燃えてる顔がすごいなんかシャインシャインしてるな。光を放ってやがる。うわ、熱そう。うわ、あ、なるほど、炎が近づいたから水が出たと。しかも消えんのね、すごいな、人間離れしちゃう。大丈夫じゃなさそうなのはイシュメールの方だけどな。エイハブはなんとか大丈夫そう。よし、ということでこのね、気になる感じですが、まだちょっと立てなそうなスネークの続きはまた次回と。ということで皆さんお楽しみに。またな。